はい、上野養魚場さんの昭和2歳メスでサイズ50センチです。お願いします。はい、この鯉ですけども、結構ですね、こう見ていただけると、割とですね、こうシンプルにこう段物でですね、まだこう墨がこう前半にちょっとこう肩のところあたりしかですね、今のところ出てるところないんですけど、ちゃんとですね、口先もこう口墨もありそうですし、結構こうこの辺がこう決まって後半もこうドーンと来てくれればですね、ちょうど白地も見せてますし、紅質もいいし明るい紅してますからね、結構こう面白い鯉になるんじゃないでしょうかね。はい、本当に白地も綺麗な鯉ですね。ですね。で、墨がこう後半結構大きいんですけど、ちゃんと切ってるからですね、おどめをですね。はい、こういうのはやっぱこう墨がバーンってあっても上品に見えますよね。はい、では横の方も行きましょう。はい。はい。ちょっとですね、飛び火みたいなのも少しありますけど。まあ体型も良さそうですしね、こうなんかこう伸びてきたらこう3歳4歳とかで雰囲気がガラッと変わってきて、まあ面白い鯉になりそうなこう感じを受ける鯉なんですけどね。はい、本当に墨質も良さそうですしね。うん、で結構ですね、ちゃんと大きい墨がドーンと入ってますし、意外とですね、こういい鯉になってくれる感じはありますね。これは、はい、いかがでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。